どうも、ジャメメです。今日も、スワップの解説、やっていこうと思います。では、見ていきましょうか。さあ、ここでどちらからスタートするかですよね。まあ、テトリスです。あ、テトスタートで、俺、これ、ジェイミーの置きミスかな？多分、暴発で、初手置きミスしましたね。多分、この初手はやんないと思うので。まあ、それを STSD リカバリーして、相手も、普通に T スピンダブル、置きミスなしで打ってますね。しかしまあ穴的にはちょっとてかだいぶ有利ですね。こっちかしら。先にテトリス送って仕込みで1ライン。さあこれもう超露骨な2ダブル打とうとしてるけど黄色が来ない、黄色が来ないんでさすがにやめましたね。しかし若干形が崩壊している。もう2ダブル打つ気満々だったんで形が崩壊してますね。さあこれ3ダブで止めてしまったぞ。それに対して相手は本線を発火している。これはどうだ。しかし7連ならまだ耐えられそうではあるが、どうだ、ギリギリ耐えれるか。厳しいか、絶対見の間に合った、危ない。焦って3ダブで止めちゃいましたね。こっちかしら。さあこれはテトリス仕込んで、さあ2ダブの3、2ダブの3からコンボのテトリスで割り込んで刺さるか。刺さりましたね。これはテトで耐えきれたのがアドバンテージになって勝てた感じ。テトリスかしら。あの テトリスのやっぱり掘り力で耐えられるか耐えられないかが決まりますからね。さあ相手パーフェクト取ってくる。これインペリでインペリアルクロスという技です。さあアイミンの消費して若干隙があるが、なんとか耐えた。3ライン仕込み、3ライン仕込みに対して相手は4ラインのテトリス仕込み。しっかりこれ高めにしといて、さあコンボ2連で回避に行った。あこれ紫入れて、おっと操作ミスした。これは操作ミスですね、さすがに。今のはなんだっていう感じのミスだったんで。さあこれコンボ付きの火力が来て、どうだ、耐えられるか、きついか。ギリギリ耐えてるけど、これはアイミのエルミノから掘れない、厳しいですね。これはこっちかしら。あー厳しいですね。不要側でこれどう頑張っても相手はもう単発でずっと消してるだけで、テトリス側が刺さってるんでどうしようもないですね。まあ、今のはちょっと、ぷよ側の置きミスかな？何色かちょっと覚えてないけど、何か消し、単発で消してしまったのが致命傷になった。攻撃連携。相手開幕 TS で俺が DT4。これはアイミノまで掘りに行くでしょう。アイミノまで掘りに行って、これは割と強い。さあ T スピンダブル、テトリス仕込みに対して相手は2ライン仕込みなんで、これは有利です。これはさすがに有利です。あ2ダブ打つか、2ダブ打たずに普通にいった。さあこれは赤ハッカか、相手は赤ハッカー、相手も赤ハッカー、しかし青ハッカーに切り替えた。さあ7連に対し相手は8連なんで1連でかいですね。いや危ない、すごい危ない。ジェイミノの置きミスだったから、何か置きミスしてすごい危なかった。さあなんとか間に合って、これは耐えられるけど、この量はどうなんだ。
散髪に粘りに行くものの3連の追い打ちが来て、これはきついですね。これは単純に連鎖数で負けたのが範囲かな。それプラス、テトリスの置きミスも噛み合って相当不利になってた。まあ、1連の差はそんなに致命傷にならないので、どちらかというとテトリスの置きミスが致命傷になっちゃったって感じかな。エルジェイリュージョン、風神客なんてことを。風神客、さあこれはこれは形いいですね。これはテトリス即打ちで相手が、1ライン仕込み。しかし連繋がってるからやっぱ来ますね。火力1ライン来て、単発で完全操作した。黄色ハッカー、黄色ハッカーから連鎖瓶緑入れて同色のキーゾロで発火した。相手も発火している。これは、相手が7連鎖に対し9ダムなので、まあこれは勝ってるでしょうね。テト側で致命的な置きミスもしてないんで、まあ、順当に追い打ちしていけばそのまま決められると思います。先折り GTR と相手は後折り GTR。 さっとこの2連はまあおそらく置きミスでしょう。想定外の攻撃が来て若干焦ってるけど、どうだ。こっちかしら。相手カウンターの黄色ハッカーかと思いきや黄色を置いていない。しかし俺もそんなにないぞ。6連で止まっている。これ先打ちなんで連食います。しかし相手引けてるのか見てなかった。引けてるのか。黄色ゾロが置けていれば受けてから黄色発火できましたね。覚えてらっしゃい。おそらく置けてればまだ続いたと思いますけど、置けなかったのかな、多分。はい、まあそんな感じで。じゃあもう一個見ていきましょうか。スワップにおけるその、カウンターってかなり難しいんです。次の手で引いてないとダメなので、次の手で引いてると、その、受けてからカウンターというのができなくなるんですよ。サップに受けるカウンターはだいぶ難しいです。さあ、S ミノミスって、相手はいい形ですね。さあ、しかしこれ、ドネイトでリカバリーした。相手、T ミノ間に合わずに大ミノ突っ込んだけど、割と連が繋がりそうな形ではあるので、まあ、割と強そうですね、あれはあれで。さあ、2連鎖飛んでくる。赤ハッカー、緑の緊急ハッカーもある。しかしこれしっかり81引いてハッカーした。相手諦めましたね。まあ、こちらがハッカーしてるので、なおかつ相手はおそらくハッカーできなかったんでしょう。さあ、セットスタートで、DT4 かな、多分。DT4 食いますね、やっぱり。まあ、最初のツモで大体開幕何組むかっていうのはもう決めているので。相手は穴が良くて、どうだ、これ。これは網見法。さあ、T スピンダブル、テトリスと。さらに、ドネイトしようと思ったけど、相手はエルミをミスった。危なかった。しかし、これはどうだ。テトリスの地形的に言えば、相手の方がいいですね。正直。これは緑発火で。上に緑入れたかったけど、
埋まるのを恐れて発火したけど、それで発火してしまうと、まあ、4連で止まっているので、もう1か8か埋まらないことにかけた方がまだマシでしたね。多分これは発火したつもりだったのかな、俺は。4連され止まってるのに気づいてなかったか、それかとりあえず発火したかのどちらかです。さあ全消し、左から組んでるのに対して相手は右から組んでます。さあ相手4連全消し強い。これは不利ですね。4連鎖で連結4連で返すものの1個しか返れらなくて相当不利。攻撃連結ツインインパクト女王乱舞、これはもう連組むしかないですね。もう相当不利なんで、この連じゃない、この不利を解消するには連で何とかするしかないと思って。テトリスよ、シンメトリーパワー。さあこれ連自体は繋がるが、切り替わり間際にそんなに攻撃がいかないんで、コンボ付きの全消しの威力が凄まじい。そこに追い打ちの2連鎖が、これ完璧です。今の追い打ちの2連鎖はうまい。エルのせいだ。完璧な適量で刺さっていく。いかが？まあ、今のはぷよ側でガン待ちして連でワンチャンあるかもしれないけど、さすがにそうなったら自利品なので、まあ諦めましたね。ぷよ側で単発を消しまくればまだ、もしかしたら耐えれたかもしれないけど、まあ、そんなことしてるぐらいだったらもう、大体負けが濃厚になってしまうので。さあ、2ラブ打った。しかし相手ミドル間に合う。これはこれはどうだ。一応発火確保しているが、手と置きミスしている俺。相手11普通にでかい。ダブルミラーワクワクシングルライザーバックダブルミラー。さあ先読みして相身の削ってコンボつける。こっちかしら。黄色から単発で紫で発火できるけど、月と星はさすがに帰らないので、ね、諦めましたね。8年あったかな、一応8年あったとは思うけど、いかが、おそらく返せる量ではないんで諦めましたね。はい。はい、まあじゃあこんな感じで、今日もお疲れ様でしたと。もしよろしければね、チャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。